Check this out. ギシアンとは海外のさまざまな話題についてあることないこと語り合うサロンです。今日も旅人のヨタ話をスタートします。あ、なさそうな感じですよね。ないんですけど、割とこうおしゃれにすごい気を使ってますよね。おしゃれでした。すごい、うん、大興奮しちゃいましただってアメリカみたいに、なんか、はい、なんて言うんですか、ふくらはぎの半分ぐらいの丈のダボダボのパンツとか、あとユニフォームとか着てる人いないんですよ、パリは。はい。いないですね。そう言われれば。素晴らしかったです。もう街中で目で追いかけまくっちゃいましたもん。女の子みんな黒い服ばっかり着てて。女の子は黒い上下、黒いパンツみたいな感じでしたね、うん。そうそうそう。スカートはいないんでね、あの国は。全然見なかったですね、そういえば。差別を受けるんですよ、スカートを履いてると。そうなんですか、うん、そういう話があるんですけど、でもみんな同じ格好してんのにあんだけ決まるっていうのは、あれ素の人間がいいからですよね、あれ。絶対そうですね。あとなんかパリの女の子ってやたら大きいバッグみんな持ってるんですよね、なんか。そうですね。大きいバッグをシュッとかけて歩いてますよね、うん、みんな、うん。そうですね。なんか、なんて言ったらいいんだろう。紐が長いっていうか。そうですね。うん。何でも入るからなのかな、あれ。ですかね。あん中にパン入ってるんですかね、みんな。持ち歩かないとほんま、本当にマックとか高すぎてやっていけないですよ。うん。イタリア。マック、はい。二人で食べて3000円ぐらいだったんで。ああ、高いですよね、ヨーロッパ。高いんです。うん。ヨーロッパ回って思ったのは、はい、女はフランス、男はイタリアだなって思ったんですけど。イタリアのでも男の子って病気じゃないですか？わかんない、それは。いや、イタリアの男の子は、うん、女の子見たら声かけないといけない病にかかってるんですよ。かかってますね。あと、マミ病ですね。マミ病。イタリアの男の子ってママ大好きじゃないですか？あ、本当にそうなんですかね。いや、私、イタリア男子と付き合ったことあるんですけど、ママ大好きでしたよ。何でも報告するみたいなパターンですか？日本にいて、ママイタリアにいるのにしょっちゅう電話かかってくるし、ママの話超してましたね。でもどうです？こう、フランス男と比較して。どっちがいいと思います？全体的には。フランスの方が、トレビアン？かなー。でも、はい、パリ、うん、まあフランスすごい良くて、はい、いいなと思うんですけど、ね、でも住めない理由があるんですよ。はあ、なんでかっていうと、はい、まあお水が硬水じゃないですか。そうですね。なんで、いろんなところはパサパサになるんですよ。あ、そうなりました、やっぱり。髪の毛とかもすごいし、はい、ヨーロッパの女の子って割とお団子してること多くないですか？多いですね。くるっとシニオンっていうお団子。はいはい、それも多分髪の毛パサパサになるから毎日洗ってないんじゃないのかなと思うんですね。洗ってないかもしれないですね。洗う習慣自体が昔なかったですかね、あそこは。で、化粧水とかも拭き取り式がやっぱり多いんですよ。うん、顔あんまり洗わないのか、拭き取ってそのままメイクするみたいな。なるほど、なるほど。そう。とにかく水道良くないんでね、あそこは。良くないんです。で、硬水飲んでるとお腹の調子が整わないじゃないですか。うんですね。軟水育ちなんで。で、なんかこう、運費が、もうちょっとみたいな、そこで止まってるけどみたいなのあるじゃないですか。はいはい。で、フランスとかヨーロッパの男の子って、はい、こう、前も後ろも狙ってくるじゃないですか。はい、だから、そんな状態で、ちょっと臨戦態勢になれないっていう。なるほど。これがやっぱりね、フランスに住めない最大の理由ですね。どんな理由やね。ちょっと前も後ろだといろんなね、弊害があるんですよ。真ん中で詰まっちゃうから大変になっちゃうっていう。そうなんですよ。なんかちょっとついたやつとか前に持ってこられたら困っちゃうじゃないですか。でも、ある人曰く、はい、すると通じが良くなるって言ってましたけどね。はい、だからしてるんですかね。いやー、そういうわけじゃないと思いますけど、必ず
した後はすぐ出るって言ってましたね。でもマリモが前遊んでたフランス人男子は、お尻絶対舐めて舐めてみたいな、お尻舐めて舐めてみたいな感じでしたね。それはしてくれっていう方じゃないですか。お尻舐めてっていう、そうですそうです、うん、で、お尻にも入れたいみたいな。うん、だから入れられると通じが良くなるってそういうことだったんですかね、うん、って聞きましたよ。で、あれ入れられると、もう知らなかったんですけど、何ですか、2日ぐらいは、はい、パカーってこう開きっぱなしみたいなオープンしてるんですか、うん、感覚になるんですって。直後もなんかスポーンって開いたような状態になってるとか、なんとか言ってましたね。すごいですねそれ。そんなのあんまり好きじゃないんで僕は。ちょっと私もちょっとやっぱり後ろは逆流禁止ですね、うん、外から内にはちょっとないですね。あ、それはね。いや、そんなパリでした。じゃあそんなアテネに行ってほしいんですけどそんなアテネ行きますか。まあアテネクソだったんですよね本当にダメですか。っていうか、うん、私誰かから、はい、ギリシャの男子はすごいかっこいいからって聞いてたんですね、はあ、本当嘘でしたねもうクソばっかり金ないでしょ基本的に。いや、もうなんかアテネから、あ、違う、パリから行った時のショックが半端なくて、あー、みたいな。同じ貧乏人でもあっちの方がひどいかな。いや、もう人種があれですかね、うん、違いますよね。違いますよね。それに街が汚すぎるし。汚いです、もうすっごい汚くて、うん、落書きされてないところがないみたいな、うん、あれはね、マニラと変わんないですよはっきり言って、あの汚さは。いや、ほんと汚かったです。びっくりしちゃいました。パルテノン宮殿とか行きました？パルテノン神殿行ったんですけど、うん、まあまあ工事してるじゃないですか。あれ30年ぐらい工事してるらしいんですね、うん、そうそうそう、終わんない工事。そうで、どっから撮ってもなんかあのクレーンが映るし、うん、暑いし。そうなんですよ、暑いんですよあそこ。暑いんです、うん、石の照り返しですかね。なんか全然楽しくないんですよね。暑くて暑くて、で丘の上にあるんで、そうそう、日を遮るものもないし。そうなんですよ。まあまあ10分もいればいいかなっていう感じですかね。だからあれはどっかの離れたとこから、うん、遠目で見るのがいいんですよ、どっちかっていうと。あ、それがいいですね、うん、夜とかでもライトアップされてるのを遠くから見るのはすごいいいと思う。そうそう、遠くから見るのがいいんですよ常にそうですそうです。近くに行くと、まあ、行きました、あのどこですか、ご紹介したクラブは。あ、行ってないんですよ。あ、行かなかったんですか。もう結局、はい、最後の方部屋にこもってました行くとこなくなってよっぽどつまらなかったですねそれ。まあってね、一泊で十分ですね。あ、そうだな、ギリシャは島の方が楽しいんじゃないですかね。そう、島も行ったんですよ。でも、はいはい、これ島の話もしていいんですか。もちろん。はい、あ、ちょっと待って、アテネでまだもっと最悪なことが確かあったんだな、はい、アテネ何が最悪だったかな。まあすることがなかったっていうのと、カルフールしか行くとこがなかったカルフールで、その後その前にサントリーニ島に行ったんですね、はい、あの多分日本だとあのパルテノっていうヨーグルトがあるんですよ、はい、ギリシャヨーグルト、あれの、 あのデザインはサントリーニ島らしいんですね。あと今 JAL の CM でサントリーニ島が出てますね。あ、そうなんですか、はい、あの白い壁に青い屋根、はい、のところで、ここの島は素晴らしかったですね。あそこ僕行ってないんですけど、はい、やっぱりあの写真の通りなんですか。本当に写真の通りで、街も綺麗だし、あ、アテネと同じ国と思えないぐらい。あ、やっぱり観光でお金落ちるところはこう製造行き届いてるんですね。ですね、多分あとホームレスとかも全くいないし、うん、仕事があってちゃんと壁の塗り直しとかもやってるんでしょうねきっとね。あれ法律らしいですね、壁塗ってないとダメらしくて。なるほどね。すっごい綺麗でしたもん。あそこは行くべきですか。あそこは行くべきですね。あ、ただ一人旅行とかで行くとちょっと寂しいかもしれないですね、うん、カップルとかがやっぱり多いんで。あ、なるほどね。あそこはいいですね。で、行くならあの足を借りた方がいいですね。足を借りる車、足 ATV とか車とか ATV の方がいいと思いますね、はい、4輪バギーを借りて行った方がいいと思います、はい、もう丘みたいなのが多いんで坂道がすごく多いんですね。運転手付きってことですね。あ、自分で運転できます。え、免許、日本の車の免許
あ、国際免許あれば運転できるんで。国際免許持っていかないといけないってことですね。そうですね。国際免許いります、ギリシャは。まあ、あんなのすぐ取れるんでね。そうです、そうです。うん、で、二人乗りもできるんで。はい。あれはいいですね。その、二人乗りできるっていうところ強調してましたけど。二人乗りできますよ。サントリートンぜひ行ってほしいです、みんなにも。じゃあ今年はフランスとギリシャと行ったってことですか？そうですね。あとどこ行ったかな。あ、でも、ちょっと前に京都行ってましたね。京都？あ、日本に京都行ってました。はい、おー、珍しい。京都の、はい。あそこ行ってきました。山崎蒸留所。山崎行ったんですね。行ったことありますか？ありますよ。はい。あっこすごいいいですね。いいですよ。もう入った瞬間からいい匂いして。いい匂いするし、なんかあの、樽を熟成してるところ？そう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 。も入れるし、あれ、見ながら、いつ飲ましてくれるのかなと思いますよね。最後にありました？なんか教室みたいなやつ。最後に出てくるんですよ。最後に、何種類だったかな？ 4 種類ぐらいウイスキーが出てきて、うん、何だったかな？山崎と、宅配、はい、宅配ボールじゃない、はい、角？はい。角と、あと、白州？はい。とかが出てきて、なんかおすすめの飲み方で飲んでみましょう、みたいな感じ。で、ハイボール作ってみたりとか、はい。あと、ロックにしたりとか、はい、あと、半分お水入れるやつとか、はい、はいはい。で、いろいろなんかお勉強になりました。東京だと三鷹にサントリーの工場があるんじゃなかったですかね。あ、三鷹にもあるんですか？水の方ですかね。三鷹だったか、もう少し下かもしれないですけど。山梨に白州の工場がありますね。ありますね。蒸留所。うん。とにかく行くと飲ましてくれるんでいいですよね、ああいうとこは。いいですね、あそこは。うん、山崎蒸留所おすすめですね。そっか、インドネシアだとあんまりお酒がこう、なんていうのかな、公共の場で飲むのは良くないとされてるんで、そういうとこってないんですよね。はい、残念ですね。蒸留酒異様に高いですしね。なんでですか？多分宗教的な理由で課税がすごいんだと思うんですけど。なるほど。ワインとか日本酒とか、あと、焼酎すっごい高いですよ。日本酒高いんですか？高い高い。バーボンとか、僕好きなんですけど、はい。ジムビームとか1500円とかじゃないですか。1000円かな？日本だと。うん、そんなもんですよね。1万円ですよ、こっち。高っ高いですね。高いんですよ。だから全然飲めなくて。じゃあ今度はあの遊びに行くとき持ってきますね。持ってきてってみんなに言ってます。そんな高いんですか？もうだって、ジムビーンだって日本の会社ですよね、もはや。サントリーじゃないですか？そうです、そうです。ね。確か買収されたんですよね。はい、そうなんですよ。だからその辺のお酒もいっぱいありましたよ。うん、アーリータインズとか並んでたんじゃないですか？昔の収集したそのお酒とかも試飲できるんですよ。うん、有料なんですけど。あ、そんなことになってるんですか？なかなかいいですね。なかなかいいですよ、山崎蒸留所。ただ、まあ、京都って言っても、山崎蒸留所、一応住所としては大阪なんで。大阪の境目なんですよね。電車から見えますからね、あそこね。見えます、見えます。で、蒸留所とかって、あれじゃないですか。普通、駅から遠い田舎の方にあったりするじゃないですか。そう言われればそうですね。でも山崎は駅から歩いて行けるんで。そっか。なるほど。それはすごいいいですね。なるほど。インドネシアなんか来ることないんじゃないですか？インドネシア。あ、バリか。バリぐらいか。インドネシアなんかありますかね？おすすめあります？女子に。いや、バリはいいですよ。バリって何したらいいんですか？バリといえば、スパですか？ボーイハンティング。ボーイハンティング？なんか、インドネシアの男の子ってすごい細いイメージなんですよね。まあ、細いのと、マッチョのとも、とかもいますよ。ムキッとしたやついます？いますいます。ちなみにインドネシアって割礼します？あ、どうなんだろう。そこちょっと体調確認しといてください。なんで俺がやらなきゃいけない？あんまり被ってたらちょっと無理なんで。そういうインドネシア語をじゃあ勉強しときますよ。向けてるってやつですか？そうそうそう。向けてるだけじゃなくて、あれですよ、火星もダメですよ。それもダメなんですか？厳しいですね。ダメです、ダメです。火星もダメなんですか？火星もダメですよ。あ、厳しいな。厳しいですよ。じゃあ、日本だと3割ぐらいダメですね。いやー、多めで、もっとダメじゃないですか。そんないます？日本人の包茎率って今どれぐらいなんですかね？3割ぐらいじゃないんですか？もっとですよ、多分。あ、もっといます？ 9 割ぐらいじゃないですか。そうなの？多分日本人ってほとんど包茎ですよ。そうなんですかね？
違うのかな。え、じゃあ僕もうなんか最近日本人は9割方形だと思って、あんまり攻めに行ってないですね。そうなんだ。じゃあ僕は栄えある1割なんだ。そうですよ、隊長。ありがたいな。そうなのか。そんなにいるんだ。いや、います、います。風呂行った時にあんまり友達のチンコをチェックしたりしないですけど。いや、だって風呂でフル勃起してたらおかしいんですよね。あ、まあまあ。でも、フル勃起してなくたって、でも先が見えてないと嫌なんですよ。いやいや、だから、そうなってるわけじゃないですか。そう、べきなんですけど、うん、なんか、戻っちゃってる人。体に守り通してる男の子いるじゃないですか。はいはいはい。あれが本当ダメなんです、なんか。そうか、そんなにいるのか。ちなみにインドネシアって、下の毛どうしてますか、皆さん。何もしてないと思いますね。え、じゃあもう熱帯雨林みたいな感じですか？うん、熱帯雨林だと思います。それもちょっとあれですね。そういう処理するっていうセンスはないんじゃないですかね。ないですかね。日本人もないですけどね。最近でも、増えてきた。やっと増えてきましたよ、女子の間で。あ、女子はね。男子はまだまだですけど。まだまだですね。はい。でも、日本人の男子が処理したら余計フルバッキーした時に目立つんじゃないですか。いや、でも、日本人の男の子、皮かぶってて、はい、まあちっちゃいじゃないですか、もともと。ああ、まあしょうがないですよね。で、もしもじゃ毛が生えてるところに、なんかちょろっみたいな。はい、どこどこみたいな。もう創作活動ですよね。どこどこみたいな。もう全然ダメなんですね、じゃあ。いや、日本人男子頑張ってほしいですね。あ、それを小島くんに伝えておきます。いや、小島さん本当違いますよ。心に深い傷を負わせてしまったかもしれない。インドネシアって、チンコの平均センチいくつでしたっけ？あ、日本より大きいみたいななんかデータありますよ。あ、本当ですか？それは期待できますね。日本よりちょっと大きいって書いてあった、確か。でも、アメリカは日本よりなんかちっちゃいんですよ、あの平均値でいくと。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの図体なのに？そうです。でも、赤毛系の人いるじゃないですか。はいはいはい。あれはなんか割と小さいような気がしますね。ああ、農場系のレッドネックの人たち。そうです。あれ、え、それは、なんだろう、指みたいな。え、そんなもんなんですかね、やっぱり。え、今どっち入ってるみたいな。やっぱり遺伝なのかな。ですかね。でも黒人とかでも見た目倒しのやついますからね。見た目倒し。そうなんですよ。そんな勢いづいたマッチョな体しといてそれかいみたいな状態になってる。みたいな。相対的に体と比べて小さいんじゃなくて、はい、絶対的にそれは小さいみたいな。メンソレータム買うぐらいのサイズの人いますよね。なんかリップクリームみたいな。短、みたいな。わかんないもんですね。ほんとわかんないですよ。だからひとまずベッド入る前に脱がした方がいいんですよ。チェックです、チェック。トレジャーハンティング。そうです、そうです。トレジャーハンティングしないと。こんなこと言ったらまたイメージが。何のイメージをどう狙ってるのかさっぱりわかんないですけど。いいイメージが。もうなんか、方形と方形じゃないチンコは、うん、先っぽの部分の顔の性質が変わってきてると思うんですよ。ああ皮膚か粘膜かみたいな。ああ、そういうのあるかもしれませんね。絶対そうだと思います。なんか女の子のちょっと中みたいな感じになっちゃってるみたいな。ああ、だから鍛えられてないから、弱いっていう噂はありますよね。やだ。刺激に。やだ。ちょっと触ったらピューみたいな。そう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 。無意味。無意味。やっぱり時間的な長さ必要ですか？いや、ある程度必要じゃないですか。ある程度ね。うん、長すぎんのも。一に、あ、行くみたいな困っちゃいますよね。一にあ、行く。ああ、長すぎんのもダメだし、短すぎんのもダメですね。そうなんですよ。長すぎるのも飽きちゃいますよね。長すぎると乾いてくるでしょ？絶対そうです。痛くなっちゃいますよね。あ、やっぱりな。おお。感覚的に20分以内だなと思ってるんですけど、正しいですか？いや、絶対20分以内でいいと思います。もう30分とかなったら、ね、腰痛いし。腰痛い。はい。もう多分20分過ぎたら協力しないですね。もう勝手にやっとけみたいな。ああ、そうなっちゃうんですね。そうです、そうです。ああ、なるほどな。あ、こっちで知り合った。はい。二郎さんっていう人がいて。二郎さんですか？はい。ラーメン二郎ですか？ラーメン二郎の二郎さんなんですけど。はいはいはい。
二郎さんね、はい、若いんですけど、はい、うん、タイに行って、はい、オカマちゃんをね、ガンガン買うんですよ。え、ちなみに二郎さんは、インドネシアで何、お仕事されてるんですか？お仕事ね。じゃあインドネシアに駐在してるってことですか？駐在の人なんですよ。はい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 。で、買うのはいいんですけど、レディーボーイを。はい。入れさせるんですって。そっちですか？そっちです。やっぱりそういう人になるとレベルが違いますよね、求めることの。なんか、しゃぶっちゃうし。え？って言ってました。え、それは何が楽しいんですかね？それで、はい。話した時に、はい。マングリ返しならぬチングリ返しをされたと。え？それで、はい。どの角度だったら入りやすいとかがすごくよく分かったと。いや、探求心がすごいですよね。自分でやられてみて。で、どうしたら早く行くかとか、そういうことを思ったって言うんですよ。はい、はい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 。だから、自分が、その人両党なんで。どっちも行けるんですか？どっちも行けるんですよ。女の子も結構追っかけてるんで。両方行ける人と 3P とかしたいんですけど、どうですかね？両方行ける人と 3P。そう、両方行ける男の子2人と、ありもみたいな。ああ。これ夢のシチュエーションですね。そうか。男同士も交わるみたいな。そうです、そうです。ああ。楽しいじゃないですか、見てて。そうすると、連結連結みたいなことが行われるわけですよね。どういうポジションになりますね、そうすると。あ、真ん中にいる男の子が。そうそうそう、連結連結。両方ってことですね。そうそうそう。接続部分ってことですね、そこは。そうです。2号と3号の入れ替わりがあるかどうかは、ちょっとそのシチュエーションによると思うんですけど。そうですね。うん。それいいですね。どういう風にリズムを合わせるんでしょうね。1号、3号固定で2号が前後に動くみたいな感じなんですかね。ですかね。それか、3、2、1、3、2、1みたいな感じですかね。ウェーブ的な？ウェーブですね。ウェーブありかもしれないですね。すごいですね。か2号をなんか、椅子とかに乗せといて、それが前後するみたいな。ああ、二郎さんだったら、あり得るかもしれないですね。二郎さんのサイズは分かんないですけど。ちょっとでもレディーボーイ買いまくるってすごいですね。うん。レディーボーイって改造してある方のことですよね。そうそうそう。それはちょっと。改造してるけど、なんかいろんな改造があって、はい、ありなしとか言うんですよ。なしなしとか。あり通常は上から行くんですけど、はいはいはい。胸がつけてあるとありで、はい。違う違う違う。玉と竿を言うのかな？それでも両方ある改造途中の人はフル装備ってことですもんね。そうそうそう。そういうだから。おっぱいも下も玉もあるみたいな感じです。ありありっていう。いやー、それはすごいですね。忙しいですね、体の前面が。そうなんですよ。だからありなしだったりとかいろいろあって、ご予算に応じた改造があるらしいんですよ。すごいですね。ああ、そうそう。これ、番組でちょっと、はい、もう放送したんですけど。はい。この間、カルロスを、あれ、パタヤでしたっけ？そうそう、パタヤ連れてって。聞きました、聞きました。あ、そうです。いや、すごかった、あれ。あれ？でも、カルロフさん、レディボーイってやったんでしたっけ？そう、やったんですよ。え、どうだったって言ってました？彼は、女の子に、アナルファックの経験あるんですって。はい、なんだろう。はいはいはい。だから、別に特段いいとも思わなかったと。その、引っかかるところがないので。なんか、スポスポって感じで、あんまり良くはなかったと。で、何が嫌かって、はい。男に変わる瞬間があるって言うんですよ。で、はい。急に声が男に戻って、で、男の毛穴から男の体臭が出てくるって言うんですよ。それはサーバーダウンしちゃいませんか？そう。それで、それが嫌だって言ってましたね。やっぱり体臭は変えれないんですかね。うん。女の子からこう、体からこう香る、なんとも言えない柔らかい感じとは全然違うって言ってましたね。いやー、あれってでも、フル解除してあっても前には入れちゃダメなんですか？どうだろう。どうなんでしょうね。なんか浅いって聞いたことあるんですか？うん、浅いって聞いたことあります、僕もね。私でもチンポないんで、入れようがないじゃないですか。うん、いや、なんかつければいいじゃないですか。もうあれ
不明ですもん。ああ、自分感じないからね。そうなんですよ。うん、いや、すごいですね、パタヤ。うん、だから自分でやってみて、無理だと分かったって、寝ぼけたこと言ってましたよ。やっぱり女の子の方がいいんですかね。そうそうそう。そんなのやる前から分かれよっていう。いやー、怖その話なんで知ってんすか？え、聞いたからですよ。あ、ラジオ聞いてくれてんすか？そうです、そうです。あー、そっか。ありゃ参りましたね。え、あれ実際女子応募してくる人いるんですか？女子も OK って流してるじゃないですか。あ、いやいや、いないですよ。あ、いないんだ、やっぱり。うん、ハードル高いかなと思って。いや、ハードル高いんじゃないですかね。だって現地集合にしたんだよね。第3弾はどこですか？第3弾は、マニラか香港って言ってるんですけど。香港でも流れ、香港から変わったんですもんね、うん、バンコクに。あとね、今月かな？はい。彼らはなんか台湾に行くって言ってましたね。台湾行きたい。うん。で、台湾だったら合わせて行くのにって言ってたのに。はい。なんか、土曜戻りにしちゃったんですよ。え？だから僕行けないじゃないですか。なんで土曜に戻るんですか？それ意味わかんないよって言って。週末にしてよって感じですよね、うん。で、怒ったら、なんか台湾で合コンを企画してるらしく。はい、行きたーい。で、その設定なので、どうしても金曜日に合わせざるを得なかったとか言って。それカルロスさんの知り合いがいるってことですか？みたいですよ。だから、なんか、のけもんにされちゃって。すごいですね。うん、あれあれっていう感じになって。そうだったんですね。台湾ってでもそういうとこあります？ツアーで行けるようなところ。ツアーってその、そういうとこって？そういうなんかパタヤみたいな。いや、あんまりないですね。ないですよね。うん、あそこ平和だからな。台湾の男の子どうしてるんですか？どうしてんだろうな。なんか、おとなしいやつ多いんですよね、台湾の男って。いや、なんか女の推しに敷かれまくってるらしいですよ。そう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 。そんなやつばっかりなんで。うん、台湾の女の子は結構可愛い子多いですけどね。うんうんうん。なんか日本を目指してる感じがしますよね、そうそう、しますします。うんうんうん。はいはい、ありがとうございます。いえいえ、またなんかネタ見つけたら報告します。はい、ぜひ。はい。はい、どうもどうもありがとうございます。じゃあ体調良い週末を。はい、そちらこそ。どうもどうも。はい、また。はい。本日の疑似案はここまで。次回配信をお楽しみに。メコーンデルタ。サッカー電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリカゴ放送の